玄武館や愛と玄武館は、千葉周作によって開かれた、北進一刀流の道場。力の斎藤、くらいの桃井と並び、技の千葉と称され、幕末江戸三大道場の一つに数えられた。中西拝一刀流、浅り吉信の後継者となる予定だった、千葉周作は、浅りと対立し、離縁した。そして、1822年秋、日本橋品川町に、 元武館を設立し、流派名を北新一東流と称した。その後、神田を玉家地に移転した。玉家地周辺は学者庁であったため、門人が学問に接する機会が多くなり、政治に関心を持つ者が増えて、明治維新に影響を与えたとも言われる。また、斜め向かいには天神神洋流柔術の道場があり、北新一東流と天神神洋流を、 編衆する者もいた。修作以下の千葉一門は、道場を経営しつつ、水戸藩の師藩となっている。修作の子たちが創生し、玄武館は閉門した。1883年、修作の孫の千葉天根之助が、旧玄武館門邸山岡哲秀と、井上八郎の貢献を受けて、東京府東京市神田区神田西旗町に玄武館を再興した。また、 修作の三男千葉道三郎に指示した小林貞行は東京府東京市本属菊川町に市政館を開いた。その養子の小林志郎は北海道小樽市へ渡り、1913年小樽に玄武館を開いた。小樽玄武館は太平洋戦争中の1944年に閉鎖した。1950年小樽玄武館のうちで死であった。 小西茂治郎茂之が東京都杉並区全福寺に道場を開き、玄武館の5代目を継承した。茂次郎は半世紀にわたって館長を務め2008年6月に死去。茂次郎の実主である小西信淵和幸が6代目を継承した。ありがとうございます。